キンプリ5人で最後のエムスで、平野紫耀マイク持つ手震えたか、感謝の気持ち込めて歌わせていただいた。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。k n g m u s a 19日、テレビ朝日系、ミュージックステーション、2時間スペシャルに生出演。 5人体制では同番組に最後の出演を果たした。5月22日をもって平野市を、岸優太、神宮寺優太が脱退し、順次事務所を退除する。この日は2018年のデビュー曲、シンデレラガールを番組中盤で披露し、鳥でファンへの感謝の気持ちを込めた、ビューティフルフラワーを熱唱。 ラスト部分で5人が順番に1フレーズずつ歌い継ぐ場面では、ありがとう、と歌う平野のマイクを持つ手が震えていたようにも見えた。歌唱後のエンディングで5人でラストの M ステ出演の感想を求められた平野は、今までやれてきたことの感謝の気持ちを込めながら歌わせていただきました、と話した。そうです。潮君のマイク持つ手が震えていました。 シンデレラガールを歌う騎士んもすごくこらえていました。メンバーみんな目に涙を浮かべていました。最後まで気持ちを込めて歌い切ってくれました。5年間ありがとう。こちらこそ感謝します。これから何を楽しみにしていこうかと、アイドルグループを応援することはいつかは形が変わっていくことも予想するけれど、まだ信じられないくらいでそうすぎると感じました。 また5人笑顔で揃った場面を感せて,てもらえることを期待しています。ファンの方は辛いと思います。ずっと応援してきてまだ5年ですからね。もっとずっと見ていたかったという気持ちが強いと。でも彼らは若い。それぞれ良い個性を持ってるしうまくまとまってるなぁと思ってました。若い時にしかできないことはたくさんあるからね。 この先、どんなことが待ってるわからないけど、後で後悔するより、良い状態で、それぞれの道を進んで、後々振り返った時に、先々また気持ちよく会えると思う。その時どう思うかはわからないけど、お互い経験を積んで頑張ってきて、また違う形で何かサプライズも、もしかするとあるかもしれないね。それは今はわからないけれども、 個性が本当にそれぞれ違ってたけどまとまっててとても良いグループだったなぁ。と思いました。素敵でした。明るくしてたけどいろんな思いが込み上げてきたんだろうなぁ。もらいなくしてしまった。平野くん、岸くん、陣十字くんはもちろんだけど、長瀬くん、橋くんもこれから大変だと思うけど、本当に幸せになってほしい。 65インチのテレビで見ていたので、めちゃめちゃ震えているのがわかりました。両手でマイクを持っても震えは止まりませんでしたね。心のこもった歌をありがとうございました。